はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー5です。リスアドベンス続きやっていきたいと思います。今回、バハムトラグンで行こう。アビスキャッスル。前回、ちょっと強いやつ倒したけど、ここをね、次元城入ってね。そっか、算術ないのか。まあいいね。雑魚キャラがなくてちょっと意味わかんねえんで、あるわ、算術。ここも別にいいよね。白魔がないのか。異次元だね。しか白魔持ってきてないのか。トキマと白魔いるな。白魔あんじゃん。あるね、白魔あるね。あるけどデススペルでいい。クイックタイムクイックタイムっていうのがあるんだけど、クイックタイムの効果。このゲームでいうクイックタイムは、あれだね。ピオリム効果だね。で、クイックタイムの効果が今のやつ。名前ちょっと違うんだけどね。一回しか戦闘してないのに。はい、ということで今回は、前回ここのボス倒した。ここの近くいたね。ここもすんなりセーブさせてくれたからね。入り口近いからね、ここにボスがいて、で上に行って、アークサファイアってのを取って、そうだね、弓の最強を取ったんだね。多分最強だと思うけど。わかんないけど、最強かどうかは。また出てきた。オーバードライブがね。で、敵動くじゃないですか。で、その後使うと次のターン動かないから、で、このターン動けないし。ボスいると思うんだけどね、こんなね、無駄遣いしていいのかなって思うんだけど。ルナサウルスって、ボスモンスターですよ、これ。もうなんか拾ったよね。竜の骨拾ったね。これは出なくちゃいけないね。こいつ持ってんだ。いや、ちょっとね、面倒ですけど。パイレーツコースト行くと、ちょっとカットしようか。いいや。アビスさんじゃねえ。パイレーツコースト行くとね、武器作れるんじゃないですか。竜の骨が必要だったんですよ。あいつ持ってんのか。雑魚キャラあれ2連戦ってちょっときついよね。めんどくさいんですよ。これ前回もやったんだけど、アークサファイアってのを取ってね、弓のなんだっけ、請求ロスなんとかなんとかって武器取ったんだけど、ロマサガの武器だよね、多分あれね。なんだけど、今竜の骨取ったんで、この距離行ったり来たりするのはめんどくさいですけどね。あと小さなメダル3枚で化石獣取れます。それで武器も作れるよね。これだっけ、これか。下か。竜層スマウグ、ほら、竜の骨、ヒドラ川、ドラゴンパール。ヒドラ川も2個あるからね。1個手に入れて1個
敵が落としたからね。やった。これ多分、槍最強だよね。ドラゴンルーラー。ドラゴンルーラー落とすんかな、これ。幼稚の弓、ここ、あれ？ここ幼稚の弓になってる。あ、これもできんじゃん。いた。いや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 。リボンが外れてるね。よし、ということで、先ほどのとこまで行きます。はい、まあとりあえずね、ボス行くかもしれないから。あ、ここ、とりあえず戻れんだ。これで開ければさ。右が、あの、左から2番目がワイトキング。MP がすごい減ってるんで、とりあえず、宿屋じゃねえ、テント泊まらせていただいて。思わぬ収穫あったね。よし、じゃああそこの鍵開いたということで、まあショートカットできますね。なんだかんだ登るのめんどくさいからね。あ、ムーバー初。これどうな？あ、いけた。待って、これ経験値とかやばいんじゃない？オーラ来た。全異常無効を手に入れた。え、何それ、そんなんあんの？やばくね、それ。踊り子マスター。全異常無効って何それ、やばい。赤間。ガードナイト。シロマトキマだったもんね。全以上無効ってやべえな、あれ。シロマ全以上無効、リボン別装備、で、手があるね。ちょ、待って、ムーバーが出てくると思わなかったな。ここ、やばいね。他ももう、マスターすんじゃないの？え、他マスターなってないよね。やっぱクロマとかね、99もらったとしてもそんな簡単にマスターなんないですよね。またムーバー、なんか出てきたね。温存していきたいんだけどね。デマボイス、デマサガじゃねえか。かかと砕きってなんで言ったら吸い取らないよね。まあ1回ぐらいだったらいいね、あるからね。でもあんま舐めてってやられるからね。でレアなもの落としたらまた戻ってね。ちょっと待って。誰がマスターした？ラムザ？三日マスターしましたね。どうしよう。こいつ攻撃系行ってもいいかもね。でもダメだな。アサシンの、とりあえずいいや。もう嘘でしょ。とりあえずボスいるかどうか分かんないから見に行こう。回復したいけどね。まあ、状態以上向こうの方がいいよな。装備品ででもできるってことはアビリティつけなくていいってことだから、ここにいるかどうかなんだよ。いない。右は何もない？なんかありそう。ないか。なんだ、右なんだ。プロトタイプ。ボスいなかった。あ、待って。戻されたもの出しられた。プロトタイプは初めてだ。これでレアな拾ったら、また戻っても勝利だから。聞く？あ、来た。すげえ。三術やっぱいいな。
ちょ待て。変なところに出たぞ。ここはどこなんだ？ここは絶望の丘。そして私はネクロン。私は恐怖であって生命ではない。ネクロンってサルイン。ミニオンどもは全てを破壊することで死の恐怖から救われるという答えに至った。私は誰かがその答えを出すのを待っていた。私の役目は一つ。何も生まれることのない無の世界に全てを返すこと。何もなければ恐怖する必要すらなくなるのだ。ネクロン見えざる闇って、ちょっと待てや。しかも永遠の闇だ。違うな、これ違う。なんだっけ、なんとかフォビア。見えざる闇ってこれ。デススペル聞く？まあとりあえずこいつ今回倒せるようにしようか、ね、だってその先絶対あるでしょ。ティンカーベルとか持ってんのかな。後ろゼロですね。あ、見えざる闇三術だ。なんとかいけんじゃねえかなと思いますけど、やられたらねまたジョブ変えて挑みます。戦い方でね何やってくるか。あの黒の衝撃じゃないもんね。もったいないな。黒魔導士とか聞くと MP 高いからいいよ。あの見えざる闇ってさ、まあしょうがないですよね。意味ないのかな。プロテガだけでいいかな。マイティガード使わなくて良さそうだね、こいつはね。周りって何無敵なの。あーまた余計なことしてくる。までもないけど、見えざる闇ってさ無敵なんかね。たまに聞くときあるからさ、罠かな。なんか倒れないよね周りね。あんだけ999くらいしてるのにおかしいね、完璧に。ということはドキマにしてやればいいかな。あれ無敵だな。罠だね、あれは完璧に。パンチして257いった。これが真ん中に効くかどうか。真ん中に効きますね。
でもなんか戦い方分かりましたよね。なんかいけんじゃねこれ。バイキルト使えば多分いけますよ。それいいね。よし、わかりました。さらに下げっかな。やり直し聞くけどね、これが人生だったらさ、そうはいかない。ちょっとしたね、油断がね。だからボクシングとかもそうだけど、相手の方が絶対強いだろうけど、だろうけどじゃねえや、勝ったとしても、その一発のさ、当たりどころ悪かったら、勝てたってことするじゃん。結構 HP あんねん。周りにちょっと持っていかれたのが今回やばかったね。あ、こんなん使うんだ。あと、あ、なんだっけあれ。スティングレイで取れなかったらここで。よし。よし、わかった。じゃあ、どうすかな。いつも通り行くか。ここは、トキマの、トキマ城まで、ここが狩人の MP アップってないの？あるよね多分。あ、あった MP アップ。ジタンが青魔法、マイティーガード、マイティーガードいらないか。城間いるね。城間の狩人の城間でもいいんだけどね、狩人上げてないから。三術師の白魔の三術でいいよ。三術ついてないじゃん。白魔の青魔でいいよ。三術別につけなくてもいいね。ルカニだけだってね。で、ここがナイトの、ナイトの、まあ HP アップでいいか。無難に。じゃあ、温存していきます。あそこに行くまでがちょっと大変だからね。って言って、戻ってこなくちゃいけないんで。よし。メタルキング大体防いでくれるよね。45% だからな。2分の1なんだよな。でも結構暗いよね。2分の1だったらね。出んなよ、敵。もう出てくんなよ。温存したいんだよ。あいつ結構 HP 高かったっすよ、ね。しかも地味にさ、変なところにいるからさ。レア装備拾ったら戻っからね。着いた。見えざる闇ての罠だったな。プロテが使えばいいから。マイティガードね、長いんだよ。電車のバイク。
威力結構上がってる。メトロなんか使って使った？なんか耐性あった方がいい？これ。ボーテックスやられんだよな。それなんだよな。だから狩人に踊りつけとけばいいんだよな。よく考えたら。いけいけよ。それを何発受けるかです。ダメージ増えるね。増えないかこれ。700いったね。なんか。あか。ちょっと温存。長いけどね。あれ使った後だから連続では使ってこないと思いますけどね。だこれより強いのが今後出てくるってことだからね。バーサク。これはエスナで直せるね。正気に戻った。まだ攻撃でなんとかね。90だったらまだ可愛いね。やばいのか。一回で持っていくからね。ガード上がるもんね。でも通常ガードも上がんの、あれって。ああでもあっちも消えるよ。ネクロにかかってんのが消えた。いいのかな。その効果。黒手がかけた方がいい。早い。あぶね。
え、倒せないもしかして。あ、倒した。危ね。危ね。偽サルインめ。なぜ自らの答えを認めようとしない。生きる意志とは、かくも強大なものなのか。だがこれで終わりではない。私はいつでも復活する。この世に生あるものと死が存在する限り。ちょっと待って待って。ちょっと待ってって。だから、なんでこのタイミングでこいつなんだろう。算術ないのにさ、セーブだ、あ、あ、そっか、あれ使えばいいんだ。なんだあれよ。あれよ、あれあれ。思い出の鈴。テント使えんの？あ、びっくりした。なんで白くなってったと思った。あ、よかった。そうだ、これ使えば出れんじゃん。え、あの奥多分行けるようになってますよね。なんか強いんだけど普通に。ここも三術上げとくか。三術の剣技つけとけば、だいぶ違うもんね。いつもその前にセーブさせていただいて。ナイトの。ナイトの白なの。まあ、踊り子にしとこう、ここは。全体制無効ってやばいっすよね、これ。今回ここまでにしますね。ここまでにするんだけど、あれしか言ってんじゃん。大丈夫か。あの奥、もうこれで終わりなの？かな。NO が多分いると思うんで、これより強いと思うんですよ。でも、あの奥行くとアビリティポイントどうなんだろう。本家 FF5 だと30ぐらいずつもらえるよね。で、ムーバーが199とかくれるんですよ。だけど、ムーバーが、いくつだったっけ ?99 だから、まあ半分ぐらい、15とか、まあ20ぐらい普通に落とすからね、敵ね。だから、上がりやすいとは思うんで、もう上げなさいってことかもしんないね。で、多分次元の狭間っぽいような場所なんであれば、ちょっとわかんないですけどね、まだ行ってないから。あんな竜とかいんのかなーとかね。ね、楽しみですよね。まあでもその代わり表の世界にあんなのいるのかな。例えばね、それとかアレキサンダーとかさ、あと上の方に偽オルゴデミラみたいなのいいんじゃん。あれもいけんのかな。なんか結構いけそうな感じするよね。今のより強いか弱いかわかんないけどっていう感じだね。でも今の結構きつかったですよね、ネクロンって。ね、あれ壁だね、ちょっとしたね。レベル40でこんぐらいなんで、今後さらにきつい戦いになってくるんじゃないかな。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。